生地から、裁断して、縫製仕上げまで一貫してやっております。アパレル関係であったりとか、まあ、個人のショップさんであったりとか、まあ、帽子専門の業者から最近はもう個人のショップの方まで幅広く注文を受けております。仕事始めて最初に作り始めた野球帽です。少年野球とか、高校生大学生がかぶる野球をする時の野球帽子ですね。まあ、一番最初のその帽子を縫い始めた時の、まあ、基本的というか、それをもうただひたすら、3年ぐらいはもうそればっかり縫ってたんで、まあ、それでもすごい覚えてます。まあ、オーダーメイドであっても量産であってもおそらく、機械でポン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 作れるもんじゃないので、人の手は必ず入ってますから、国内生産も海外で作られているものも変わらないんですけど、ちょっとしたその見えないところまで、まあ、手を抜かないというか丁寧にやるというか、そういったことは心がけてます。まあ、人それぞれの感覚だとは思うんですけど、僕は大きすぎたらダメなんですけど、ややゆったりかぶれるものが一番かぶり心地が良いんではないかと思ってます。救急よりはやっぱりちょっとゆったりしてる方がかぶり心地がいいんではないかと思ってるんで、まあ、肩を出す時とか縫製の時にはそこを一番気をつけてます。キャップとかハットとか左右があるものは中心がずれるともう全然ダメなんで、その中心を合わす左右均等に縫うっていうことがまあ難しいというか一番大事ではないかなと思います。割とクラシックなものが全般的に好きなんですけど、やっぱり素材とかどん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 新しいの出てますし、今やったら例えばアウトドアブームとかもあったりして、すごいこう縫製が難しい薄い生地であったりとかあるんですけど、そういったものにやっぱり柔軟に対応して、型は古くても素材とかそういったもので新しいものをどんどん作っていけたらなと思ってます。